実際トゥエルの最後の試合は何が問題でしょう。あの基本的には一緒ですね。やっぱあのトゥエル自身も言ってる強度のところで切り替えの瞬間の守備がすげえ緩いんですよ。そこを歩いちゃうみたいな選手が多かったり、あとあの同サイド圧縮の守備が最初はしてるんだけど、相手も当然さフリーになるためにポジション変わったりとかさ、瞬間的に引き離したりとかするじゃん。その瞬間的に引き離された時にもう一回追い直すのが遅かったり緩かったりしてなかったりするんですよね。出店シーンとかもリース・ジェームスが緩くて、運ばれてそこから裏出されて、であとあの相手のオルシッチだっけ、あの選手もめっちゃうまかったけどね、ホハナを腕で押してというか距離詰めさせないで決めた。相手の選手のクオリティ高いけどね、チェルシーに関しては本当にちょこちょこある。去年もさ悪かった時期あったじゃん。で今季なんか特に印象的に元気ないのか、でも本当に元気ないなみたいな話前してたけど、それが出てましたね。で戦術的に言うとさ、あのどっちも 5-3-2 じゃない、5バックだったんですよ。でチェルシーは、コバチッチが結構降りてきすぎなところがあって、ホハナとかが無駄になる。でフロントエリアいてほしいところいないから瞬間的にプレスはまりそうになるっていうのと、もう一つはスターリングがライン間から降りてきて、 5-3-2 のこの間のところから、まあ、このプレスは嫌なのかこう降りていくんですよ。降りてきたときに起点作るでしょ。ってなったときに、ここのときに、もうちょっとあれかな。ここまで降りてきてて、なんかこう、こうなってて、さっき言ったのは、こう、ここの後ろにコバチッチとか立ってくればいいんだけど、これが降りてきちゃうから、結果このコハナ無駄になるっていうのがまず一個と、もう一つは、こういうところでスターリングボール持ったときに、降りてきたところからチルウェイにこうパス出そうとかするから、ここだったらこうライン乱れてるところからパス出せてスルーパスができるんだけど、ちょっと低めから行くから、ここのラインのブレとかなかったりとか、裏ケアが結構簡単になってキーパーに取られるとか、そういうのがあったり、あとは、チルウェルがさ、こう、裏駆け引きしたり、右もさ、リース・ジェームスが裏駆け引きしたりとかするけど、これがさ、一回ボール出ませんでしたと。ってなった時に、右の方はアスピリクエタとか、ウィングバックがこう張って、これで引っ張った分こっちで受けるみたいなできるんだけど、左はさ左利きの張るタイプのクリバリとかじゃないから、このシルエルの1回のこれがこの裏抜けでボール出てこなかった時の幅取れなくなって、その時にあの攻撃がまあ停滞する、次のこの波っていうのは作れないから、だからフォーバックとかにするとね、これをウイングが入ってってサイドバックが出てくみたいにできるんだけど、フォーバックは普通にプレシーズンとかでもうまくいかなかったらつかないんでしょうね。一応あれフォーバックだったのか、後半のところちょっと飛ばしになったけど、まあ、リース・ジェームスを3バックに下げたみたいな感じでしたよね。で、あとはあのパス回しの時に一人一人のボール持つ時間がいい時に比べて長すぎますね。だから崩しきれないっていう、各駅停車みたいなパスになってたから、いろいろみんなで追いながらいろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、サッカーの戦術的なこととかいろいろね深いところ知りたい人は、コメント欄とか概要欄からレオザ学園入学して一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。